はい、しくむです。男40代のモテ恋愛術、振られる理由、距離感の違いということについてお話ししていきます。本動画の概要ですが、感覚の違いが致命的って書いたんですが、まあ、この感覚っていうのは距離の感覚っていう意味ですよ。この違いが結構致命的であるという話とですね、男性の熱意が逆効果になってしまうと、はい、っていう、まあ、ここも感覚の違いがあるかと思いますがね、熱意はいいもんだと思っていたら、それが違うんだというですね、こういった話をしたいと思います。この辺ですね、すごく特に初対面とかね、気の浅いうちの頃に致命的と言いますか、足切りをされちゃうと、女性に、という原因になる場合が多いですので、ぜひともですね、そういう認識をしていただきたいと思います。それによって、特に初対面の時の激震率が大幅に下げられるっていうこともありますので、ぜひとも最後までご覧いただきたいと思います。関連動画はこういったものがあります。それでは本編いきます。今回ですね、その参考動画ってあげたんですがね、以前も一度取り上げたことがある、木島さん、広島で結婚相談所のアドバイザーをやってるという方ですね、の動画を見てですね、思いついたことといいますか、自分がこう普段思ってるようなことも結構取り上げられてたんで、ここからですね、話をちょっと持っていきたいと思います。はい、その動画内容で、女性から知らず知らずに嫌われてしまう行動っていうのが挙げられましたね。この一発アウト、非モテっていうのはどういうことかね。はい。で、これは私の言葉ですよ。この木島さんは別の言葉使ってましたけどね。表題のこっちですね。モテない男の問題行動5連発っていう、まあ、そんな取り上げ方だったんですけども、まあ、ちょっと私が男性目線で代表するわけじゃないですけども、彼に言うとこんなことになるかなと思いまして。では、どんなことがあるか。はい。初対面と日の浅いうちに、まだあんまり一緒に過ごした時間がないっていう、そういう時にですね、こういう行為をしたらってことなんですね。物理的距離が異常に近いと。45センチ以内って、これが女性のテリトリーだと。そこよりもパッと入ってくる人は、まあ、嫌なんだと。女性はね。はい。これはもう付き合ってる男性とか、そんな人は別ですよ。彼氏とかだったらもちろん OK で、もうくっついても OK なんですけども、そうじゃないと。まだ知り合ったばかりの人だとですね、その人がいい人とか、いい人じゃないとか関係なく、なんか嫌だと思っちゃうわけなんですよね、女性は。はい。どうですかね、これ。これはちょっと私はないんですけども、どっちかというと近づいちゃったらまずいかなって思っちゃう方だったんでですね。はい。で、ないです。はい。でも、そういう人いますからね。これは別に恋愛活動の場とかじゃないですよ。知り合った男性でたまにいるんですよね。ってそんなに近づくのってちょっと危ないでしょって思っちゃうと、女性はちょっとね、嫌そうな顔とか後ろにこう引きたかったりしてますよね。はい。そういう距離感が普通の感じになっちゃうと、これはまずいって話ですね。で、その後、SNS で調べて友達申請、いいねの連発、あとは日記に対してコメントするとかですね。そういったことになりますが、これがまずいって、まあ、お見合い、この場合お見合いだと思いますけど、で、女性と知り合いましたと。じゃあ、そこの、ね、生命だ、氏名と、住んでる場所とかですね、そういったとこから、Facebook の、ね、アカウントを見つけて、友達申請してメールをするとか、あるいは日記にコメントしていくとかっていうことをね、ガンガンしまくるということなんですけど、これは女性はね、嬉しいとは思いませんね、そういうことやって。なんかいきなりこうプライベートに踏み込んでこられたとかですね、ちょっと私が言ってもないのに調べないでよなんて思ってる、そんな可能性が高いですよね。で、これね、ちょっと多分というか、男性はこう熱意をね、ちょっと示してるのかなというふうな気はしてます。まあ、パッと見て、あ、これぐらい調べて、日記もたくさん読んでるんですよって、僕の気持ち分かってもらえますか？分かってもらいたいなと、そういうことでですね、やってる可能性は高いんですけども、高いっていうか、まあ、私が多分そういう性格だったことがあるから、そう思ってるんですけどね。これは、女性は嬉しくないんですよ。はい、男性でも嬉しいと思うか思わないか微妙なんですよね、これ。はい。っていうことでね、これちょっと危険なことなんですね。じゃあ、こういうことはやめてください。これが、女性から言ってくれば別ですよ。私、Facebook やってまして、これこういうアカウントでやってます、ぜひとも絡んでくださいね、とか言われたら行けばいいですけど、そんなこと何も言ってないのにやると、もう怖いって思われちゃうわけなんですね。はい。次、個人情報を細かくしつこく聞くと。はい、これやっぱりなんかいるみたいなんですよね、その男性で。ね、例えば、通勤するときにどの駅を使ってるんですかとかですね、で、どの駅以上にどっち、上り下り、どっちの方も使ってるんですかとか、あるいはその1つの駅でも何線、何線って複数のとこありますよね、何線なんですかとか聞くとかですね、っていうことをやっちゃうわけなんですよ。で、
女性がその時に、私にすごい興味持ってくれてるんだ、嬉しいというふうには思ってくれないと。まあ、これはその動画の木島さんも言ってましたし、別の時にですね、女性から聞いた話があるんです。特にその出会いアプリ、マッチングアプリでこう会った女性に、前に会った人、どんな人でしたかっていう話を聞くと、この手の人がいたわけなんですね。で、女性はどう思うかっていうと、えってそんな駅まで聞いて、駅のどっち側まで聞いて、どうするのよ。私を待ち伏せするつもりなのって怖いってね。そんな風に考えちゃうんですね。で、会社もそうですよ。会社を聞かれて、ね、固有名詞の会社聞かれてですね、まあ、ちっちゃな、大きな会社だったらどっかわからないかもしれませんけど、ちっちゃな会社だったら、ね、会社の正門の前で待ち伏せされたらどうしようとかね。関係がうまくいったら待ち伏せされないかもしれませんけども、事情があって振ると、事情というか、うまくいかなくて、その男性を振ったということになったら、そんな待ち伏せとかされたら怖いなとかね、そこまで考えちゃうわけですね、出会った時に。それは、もちろん、なんとなくそう怖いと思ってる場合もあるし、そういった覚えがあるっていう女性も結構いますからね。はい。だからこう、そういうふうに怖いって思わせたらダメですよ。教えてくれなくなりますしね。なんか怖いって思ったら、もうやっぱり付き合ってくれないじゃないですか。っていうようなことでね。で、もう一つ言いますと、会話するのにですね、恋愛会話、これから口説いていく会話するのに、そんな細かい個人情報っていうのは必要ないんですよ。それよりかはね、何が好きで何が嫌いかとかね、どういったことをしていると楽しい、趣味とかですよ。楽しいとか、どんな料理が好きであるかとかね。そういった個人情報って言わないでしょ、それ。個人の趣向と言ったらいいかな。そっちの方を知った方が、もちろん恋愛にはなりやすいですよ。どこの会社勤めてるとか関係ないじゃないですか。極端に言うと名前も関係ないんですよ。その女性であれば別に名前が違ったっていいじゃないですかっていう話ですね。はい。だからあんまり個人情報に執着するのはやめた方がいいかなって思ってます。で、最後、オイライン。この言葉結構いいなと思って、私は妙に感心したんで、使わせてもらいたいなと思って。まあ、造語だって言ってましたね、木島さん。動画の作者の木島さんは、これは造語なんですけど、オイラインってどういうことかっていうと、LINE のやり取りしてますと。で、男性の方が LINE 送りましたと。送って、女性から返信が来ないと。返信来ないと、また LINE しちゃう。メールがね、返信来ないのにメール出してってしちゃうというようなことなんですね。はい。これ、返信来なかったらしちゃいがちなんですね。で、私は、LINE になった頃は、もう結構経験値積んでたんで、そんなことはあんまりしてないんですけども、メールの時は結構しちゃいましたね。特に経験値がなかった頃っていうか、経験値がなかった頃しかそれはやってないんですけども、はい。メール来て返信来ないと。じゃあ焦ってまた返信、またね、メールしてって、1日5回とか、もっといっぱいしたことありましたね。30通ぐらいしたら、女性はすごく怖いと思ったはずですよ。もうブロックされちゃいますから。電話もブロック、メールもブロックされちゃいますね。っていうようなことで、返信来なかったら、絶対してはいけないってわけじゃないんですけども、大体はなんか返信したくないなとか、思ってしない場合が多いんですよね。それか忘れてしまってるっていう場合もあります。忘れてしまってる場合は、もう一回送ったら思い出してくれるかもしれませんけどね。まあ、それにしても、その一日何通もするのはまずいですよね。忘れてることを責めてるみたいな感じになっちゃうから、この木島さんの動画では、1週間置けって言ってましたけど、ちょっと1週間長いかなと思うんで、私的には3日後ぐらい、2日後、3日後、そのぐらいに LINE したら、忘れてた場合は返信してくれますね。嫌だなと思ってた場合は、どうかわかりません。嫌だなと思っても、時間を置いて LINE したら返信くれるかもしれませんね。あんまり続けて LINE しちゃうと、もうブロックしちゃえって方に傾いちゃうんで、これは危険ですね。多い LINE。これが良くないことだっていうことですよ。これがまたね、熱意を示すためにはたくさん LINE した方がいいとか、長い文章を LINE した方がいいとか思っちゃうと、それはそれで、まずいわけですね。反対なんで、女性は嫌だなと思っちゃう方だから。っていう話ですね。で、プラスは1あったんですが、運転が荒いことって、車の運転があってあったんですが、ちょっとここは私があんまり実感してない内容なんで割愛します。で、総括して言っちゃうと、物理的、心理的距離が近すぎると、この上の行為はですね、そういったのが土台にあるのかなというふうに考えますね。だから近すぎるのが悪いっていうことなんですよ。近すぎる危険はどういうのか。怖いとか気持ち悪いっていう気持ちを女性の方に起こさせてしまう。そういうことですね。ここはですね、どう言いますかね。自分はそれほど親しいと思ってないのに、相手が親しい人の間柄でやるようなことをやってきたら、なんか嫌じゃないですか。ね。その部分なんですよね。
で、特に女性はこう近づいてこられる。自分の意図しないのに近づいてこられるっていうのを、まあ、嫌がるんですね。だから、まあ、こういうのは危険だっていう話なんですよ。まあ、ちょっとね、強引がたまに通ることもあるから、そことどう違うのかっていうことはあるかと思うんですが、多くの場合は危険です。だから強引が通るときもありますので、それはそれでまたですね、別の機会で動画を作りたいと思います。でも危険なことだって思ってください。特に熱意があることはいいことだと。女性もそれで喜んでくれると思ったら、それは全然違うと。反対だと。喜ばないと。怖がっちゃうっていうね、何回も言ってますけども、そういったことを認識してもらいたいと思いますね。で、対策。じゃあね、どういうふうに対策するのかって。感覚とマインドのこの両方の部分が必要だと。なるかと思いますね。まず距離感の矯正。女性とこのぐらいの距離で話すのが普通だろうっていう距離のをちょっとね、考えてください。だから他の人のやつ見た方がいいんですよね。他の人見てこれぐらいの距離で話してると自分と比べて遠いかなって。それが一人だけでは別ですけど、何人か見て、みんな遠かったら自分は近すぎるんだっていうふうに反省しないといけないってことですよ。あと女性の感覚の認知と。近づきすぎると、あるいはこうね、熱を熱すぎると、そういう男性を怖いとか気持ち悪いって思うっていうね、そういった感覚を認知してくださいっていう話ですね。それから熱意の抑制、ここがマインドに入るんですけども、これが大事になってきますね。分かってるんだと。分かってても、その女性のことが好きになっちゃったから、LINE もしちゃうし、SNS も読んじゃって、コメントもしたくなっちゃうと。で、電話でかけて声も聞きたくなっちゃうとかね。そういう話なんですよ。それがね、また、これは感覚じゃないですよね。自分がもうそれをしたくなっちゃうっていうね。近づきたくなっちゃうっていうね。それを抑制しないといけない。で、ここが追加対策なんです。じゃあですね、その抑制するためにどうするのかっていう話なんですね。これは、まあ一つは心がけですよ。良くないことだと。熱すぎると。特にすぐに熱くなるのは良くないことだって自覚する。そうするといくらか抑制効きますよね。っていうことは大事なんですが、他にですね、あるんですよね。出会いの数を増やすと。今現状、一人の女性とだけ会ってますと。このね、動画の木島さんは結婚相談所のアドバイザー、オーナー、ね、仲人と、まあ、一人三役なんですけども、これは別にいいんですよ。いいっていうか、真剣交際になるとダメなのかな、結婚相談所の規定的には。で、ただの交際は、お見合いをして、それから何回か会うっていう、そういう状態だと、何人かと複数同時進行してもいいっていうことだそうです。ただね、結婚相談所でもいいんですよ。一人に絞っちゃって、うまくいかなかったら、まるまる時間も、なんともならないじゃないですか。それだと5人ぐらい同時進行して、どの人と会うかっていうのを比べながらやっていくっていうのは認められてる。だから女性もそういうことをやってるってことですよ。ちなみに結婚相談所じゃなくても女性もやってますからね。マッチングアプリとかでたくさんの男性と会ってますから、男性の我々もですね、たくさんの女性と会うんですよ。っていうことをした方がいいですね。で、別にマッチングアプリだけに限らずに、リアルの方でもですね、お見合いパーティーに行くとか、合コンに行くとか、ナンパをするとかですね、なんかして、数を増やすということをやっておくと、別に一人に集中しないですよね。一人に集中しないっていうことは、その熱意も一人に集中しないわけですよ。分散すると。これが大事ですね。分散したら熱すぎないじゃないですか、自分の方が。ね、総量は熱くても一人一人に振り向けられる熱量は減ると。ここが大事なところなんで、出会いの数を増やしてくださいと。で、あと、経験値を増やす。これはですね、過去からの経験値なんで、まあ、過去どのぐらいの女性と接点を持ったかっていうことになりますがね、やっぱりある程度接点あると、過去持った経験もあると、そこまで、熱くなりにくい。そんな風になりますね。ここもそうなんですよ。だからやっぱり経験値が少ないと、やっぱりすごくこうね、のぼせちゃうことになりがちなんですよね。そういった意味でも、この経験値も大事にしてもらいたいなと思いますね。出会いの数とか経験値の数を増やしてくれっていうのは、他のところでも言ってますけども、恋愛活動においては非常に大事なことになりますので、ね、積極的にやっていってもらいたいなというふうに思いますね。と言いながらもなんですよ。離れすぎていれば、距離が近いのは危険だと。女性が嫌がる可能性があるっていうことで、じゃあ、ちょっと離れて、遠いとこから話そうってなっちゃうと、これはこれでダメなんですよね。過ぎたるは及ばざるが如しですかね。女性から、避けてると思われるね。って、私のこと避けてるとか、私のことなんかね、ちょっと嫌ってるのかなとか、いうふうに思われちゃうと、それはそれでまたマイナスなんですよね。嫌っちゃうから気になるっていう可能性もありますけど、
それはある程度惚れられてる場合ですよね。そうじゃないときは、なんかあの人、私のこと嫌ってるんだ。じゃあいいやっていうね。じゃあいいや、もうどうでもってなっちゃうから、離れすぎるのは良くないんですよね。はい。だから、近くなければいいってわけではないんですよ。遠すぎるのも良くないっていうね。っていうのが一つあります。もう一つ。いつまでも近づかなければ、恋愛ね、恋にならない。恋愛っていうのは距離がだんだん近づいていって、最後はもうね、くっつき合うっていうところが恋愛なんで、近づかないのは良くない。これはいつまでもっていうことだから、時間、過ごした時間ね、それによってですね、だんだんと親しくなっていくと、心理的距離が近づいていくというふうにしていかないといけないんですよ。恋愛っていうのは不安定なもんで、遠い距離のままずっと平行っていうのはなくて、いつまでも距離が近づかなかった女性の方から見切りをつけるんですね。この人とはあんまり仲良くならないみたいだし、もういいかっていうことで、次デートに誘っても来てくれないとか、そんなこともよくあることなんですよ。だから怖いからって近づかなければ、それはそれで、それも危険なんですね。と言いながらも、近づきすぎる危険に比べたら、だいぶマシですけどね。はい。で、ちょっと格言が2つ。よく知られた格言ですがね。君子危うきに近づかず、近寄らずだ。これはだから距離近すぎるとまずい、危険だっていう意味なんですけど、虎穴に入らずんば虎子を得ず。はい。でも、近づかなければ、近づくっていう、そういう危険性を冒さなければ、虎子ですね。これ、成果。この場合は恋愛活動の成功ですね。女性を口説けるっていう、そういう成果も得ずっていうことになりますから、この格言、やっぱり昔の人は格言よく言い表しましたね。と思いますね。しかし、矛盾する両方をクリアしないといけないっていうことになるわけなんです。そういった意味で、やっぱり恋愛活動っていうのは難しいなって思うことがありますね。まあ、ただこの両方をうまくしのいでいくのが、距離のうまい詰め方ですよね。っていうことになりますね。だから適度な距離感とって書いてあるんですね。だから適度な距離感を持ってください。で、時間を追ってその距離を縮めていくですね。まず心理的距離からなんですけども、縮めていくと。で、その後はもうね、スキンシップするとか、物理的距離も近づいていくというようなことをやって、最終的に、そのね、彼女化するとか、もう女性との男女の関係になるっていうようなとこを目指すんですね。はい。っていうようなことをやって、恋愛活動を成功させてくださいっていうね、お話でしたね。はい。今回の動画内容をまとめます。振り返ります。はい、危険ですね。距離の詰めすぎなんです。これが危険だと、すこぶる。特に出会って間もない頃、出会った時とか危険だと。どんな行為があるのか。実際に距離が近づきすぎること。あとは SNS で接近していくことですね。あと個人情報をいろいろこう根掘り葉掘り聞いちゃうこと。追いライン、LINE を続けてすると。はい、こういうことがまずいってことですよ。はい。で、こういうことをやると、一発足切りの危険性があるってことなんですね。足切りってもうダメだと。その一つをもってダメだってね、されちゃうんですね。まあ、この理由は、まあ、認識違いですね。認識。はい。違いっていう部分もありますし、あと、惚れやすさ。惚れちゃうからやっちゃうっていう、そういう部分もあります。だからですね、まあ、もちろん認識をただ強制してくださいってね、距離の認識を強制してくださいっていうのと、距離ってこの辺も距離なんですよ。心理的なね。SNS でこういっぱいコメントするとかっていうのも距離感なんでですね。個人情報っていうのも距離感なんで。で、LINE をするって。これは、まあ、LINE をお互いやり合うっていうね、方を目指さないといけないっていうことなんですけどね。で、もう一つは惚れやすさなんです。熱くなるのを抑える。女性はそうでもないのに、自分だけ熱くなっちゃうと危険な状態で、女性はそれを怖いというふうに思っちゃうわけなんですね。だから、抑えるんですよ。で、抑えるためには出会いを増やす。経験値を増やす。こういうことが有効ですと。まあ、それと熱くなることが良くないんだと。特に女性がそうでもないのに、自分だけ熱くなるっていうのが非常に危険なことなんだっていう、そういう自覚をするんですね。はい。っていうような対策を打っていって、適度な距離の保ち方、それから詰め方っていうのを身につけていってほしいなというふうに思います。それによって、最後に女性を口説き切るっていうことができるようになってきますので、ぜひともね、その認識でやっていただきたいなと思いますね。はい。まあ、難しいなと思うかもしれませんけども、これも経験値なんですよね。何回かやっていくと、なんか分かってくるんですよ。はい。で、人のを見てると、そういう視点で、他の男性がどんな距離の取り方してるかなって見るのも非常に勉強になりますから、そういったところを積み重ねていくと、だんだん分かってくるのかなというふうに思っております。はい。ですね。男40代のモテ恋愛術、振られる理由、距離感の違いということについてお話ししました。仕組みでした。ありがとうございました。